エルトこんにちは天羅万象久保玉さるです、えー、日中の太陽が一番南に低いのは冬時なんですけど、えー、この12月冬時はですねこの天羅万象がちょうどアップされる22日の金曜日ということになるんですね一方このシワス満月はですね、えー、27日の水曜日ということになりますでこの時期の満月は 驚くほど天高く上ることに皆さん気づいているでしょうか。この私の背景もですね、これ森から頭のてっぺんを見上げたイメージで月が光ってるというそういう感じなんですけども、今日はですね、えー、ちょっとこの満月にこだわって話をしていこうかなと思っています。で何度かま子供なんかにも聞かれたことがあるんですけども、なんで冬の満月は空高くで輝くんですかということなんですね。実はこれ理由としては割と簡単なんです。 冬至がある12月は太陽が一番南の方に低い時期ですよね。でそもそも満月は地球を挟んで月が太陽の反対側に位置する時です。ということはその南に偏った12月の太陽と反対側になる満月は逆に夜空で北にぐっと偏るわけなんですつまり日本を含めた北半球の国々からは夜空高くに見えるこれは当たり前ということなんですね。 で逆に言いますと夏の満月はななぜ低いいいんんでですすかという問のののこれ回答の表裏にもなるんです夏の方ですけども6月下旬の月至を中心に夏前半の太陽は赤道よりもずっと北の方に偏っていますから夏の満月は180度離れた太陽が冬時の頃に位置するあたりにあって、まあ、冬とは逆南に低いということになるわけなんです。 えー、日本をはじめとします北半球では12月の満月は高いということなんですけどもではオーストラリアなど南半球ではどうでしょうか、えー、実は12月の満月はですね南半球では北です北に低いんですでも季節は南半球は逆で夏ですからやはりですね北半球や南半球に関係なくて冬の満月というのはそもそもどちらでも高くて夏の満月は低いというのは同じなんですね えー、ところで今年一番天高く昇る27日の12月の満月なんですけども、調べてみると、ちょっとした、えー、そうなのということに出会うんです。で満月が一番高く昇るのは真南と、そして頭の頭上、ですねてっぺんを結ぶ線、えー、これはあのー、4、5線というんですけど、その線のですね、えー、通過するとき、南中のときなんですね。でそうししたた中でここんなことに気づきました 今年12月27日は満月だけども、東京ではこの満月は何中しない。一体どういうことでしょうか ?1 年間の天文現象が掲載されている、これ今年の天文年間の12月の部分抜粋なんですけども、まず12月27日の満月ですが、天文学的な満月の瞬間。地球を挟んで太陽と月の経度の差が180度になるのは、 日日本時時間の27日午前9時33分ですですからその本当の満月の瞬間というのはもう昼になっていますから満月は地平線の下にあって見えないんですね日本では。で暦やカレンダーに「満月」と書かれているのはこの天文学的な満月の瞬間を1日24時間のどこかに含む歴日暦の日付なんです。ですから日本のカレンダーを見ると。 今年12月の27日にその満月の印、丸い印があるわけなんですね。で、時差が9時間のイギリスのロンドンでは満月の瞬間は27日の午前0時33分になります。で、イギリスから東回りで日本との間にある中東とかインドでも今年の12月の満月は27日になります。でもですね、イギリスから大西洋の西、アメリカまで行くと事情が変わります。 でアメリカのカレンダーを見るとえ日本との時差が14時間のニューヨークでは満月の瞬間は26日の午後7時33分なんですね。ということで、アメリカでは今年の満月は26日の火曜日なんです。日本とは違うわけなんで、すねさて、満月の27日東京ではその満月月が何中しないと言いました。 南中しなくてどうやって月は東の空から西の空へ移動するんでしょうか国立天文台の月の出入りや南中の表というものを出しましたこれは東京,東京都庁の緯度経度での数字ですで国立天文台のウェブページでは主要都市だけではなく全国の市町村でのデータも検索することができますで12月の表の一部ですが今月27日のその満月前後ですね 月の出入りの時刻が毎日毎日、一日におよそ1時間ずつ遅くなっていくのがわかります。でも真ん中、南中時刻を見ると、ハテナで蓋をした前後、26日と28日、ここは2日で1時間の遅れ、ここだけなんですね。なんか変ですよね。では、ハテナのシールを剥がします。ご覧のように、満月の27日に東京では月の南中がないんです。 月が昇って沈むのに何ちゅうがないなんともミステリアスなんですけども、えー、ではひもといていきましょう場所はやはり東京新宿区の都庁で南の空を見上げたシミュレーションですで満月の前日26日の深夜なんですけども見た目にはほぼまん丸の月は、まあ、星たちとともに東から西図では左から右へ動いてその26日のうち午後11時19分 南南から天頂を通る四・五線にかかって、南中となります。でも、二十六日ですから、えー、小暦ではまだ満月ではないんですね。そして、日付が二十七日。まあ、カレンダーの満月の日に変わるんですけども、小、まあ、暦の上で満月になった。午前零時の月は四・五線。つまり、南中のラインよりおよそ十度ほど右の方西へ動いています。この後、月はどん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 右へ動いていって、日の出の頃に西北西の空に沈んでいきます。 そしてまた日が沈む頃に東北東からまん丸い満月が姿を見せます。でですね空高く昇る冬の満月この27日午後11時には四五線の東側でご覧のように高校と輝いています。でこの時点でまだ東京では27日の満月は南中のライン真ん中を通過していません。で月は地球の周りを公転しているので一日に角度で13度ほど西から東。 えー、右から左の方へ星空を移動していきますですから月が翌日に同じ角度まで動くには24時間プラスその13度分もう1時間ほどの時間がかかるんですね。でこのあとじりじりと月は45線に近づきますがこの日のうちに間に合うんでしょうかこれ27日が終わる寸前午後11時59分59秒なんですけどまだ満月南中のラインにわずか届いていませんよねわずかにね。 これでは日が変わるまでに間に合いません。この満月の27日の東京から見た月の動きをちょっとまとめてみますと、このようになるんですね。えー、右側の方ですけど、27日になった瞬間、南柱もすでに過ぎていて、で、27日が終わる時にはまだ次の南中に届いていない。これが暦上の満月27日に東京で月の南中がないからくりなんです。 ややこしい話で申し訳ございませんさて日付が変わって28日の午前0時15分月は45線に届いて南中しますでも暦の上では28日ですからもう満月ではないということになるんですねということで東京では今年最後の満月が満月の日に南中しないということが分かりましたでも日本は東西に広がりがあるわけで暦の満月27日に南中する場所も実はあるんです 調べてみると、九州の西部を縦断する東京130度線より、東側、右側では27日の満月の南中はないんですけども、西側では27日に南中があるんです。県庁所在地で言えば、長崎市と沖縄県那覇市のこの2つ、えー、ここではですね、南中があるんです。で、この130度線が通っている県、例えば九州北部の佐賀県ですけども、 佐賀市では満月の南中ないんです。130度線より右側なんで。でも西側の唐津市や武雄市では暦の満月27日に南中があります。で、長崎県でも大半は満月が南中するんですけども、東寄りの島原半島では満月の日の南中はありません。まあ、あの、重箱の隅をつつくような話で恐縮なんですけども。 えー、ところでこの冬の満月はこの18年ほどの間で一番高くまで昇る月なんです。南中に関しては先ほど話した理由で、えー、東京では26日か28日の満月前後の月になってしまいますけれども、えー、東京では下至の太陽より5度ほど高いおよそ83度で、えー、月が4・5線を通過し南中します。で 東計130度線より西、つまり左側では27日の満月の4、5線通過があるんですけども、その南中高度、これはですね、奄美大島の南端で90度になります。頭の真上を通るんです。で、さらに南の方に下がっていき南下しますとですね、那覇では88.1度、で、宮古島で86.7度と今度は高度が下がります。どうしてでしょうか。実は 奄美大島の南端より南ではですね、月がこれ天地を越えてしまって北の空を通過するんです。ですから南中じゃないんです。南中ではなくて北中するということになります。えー、月の通り道の白い道と書きます、この、えー、白道なんですが、太陽の通り道、光道に対して5度ほど傾いているんですね。そしてその光道と白道の交わる点はですね、18.6年という周期でだん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 動いていくんです。 ですから同じ季節でも満月の南中高度は年年変化していくんですね今年から来年にかけてはすごく高いんですで年の瀬に超高い満月ぜひ確かめてみてください天田晩翔でした最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして 動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします